第12レース優勝戦開始されまして、5番の中川里奈、痛恨のピット離れとなってしまいました。 1,2,3 そして 4,5 で始まりました優勝戦の12レースです。対戦メンバーは1番藤原夏樹、2番平田さやか、3番西橋奈美、4番平山千佳、5番中川里奈、6番西岡成美、以上の6強対決です。各選手はこれからホームへと移ってくるところです。さあ期末近づく中、得点稼ぎました今シリーズ、ラスト気分よく締めくくりたい1号艇藤原夏樹の臨戦となっていきそうです。そしてこれからホームへ移ってくるのは藤原同様、地元玉川初塁を狙います2号艇平田さやかです。こちらの方で始めてきました。残りは引っ張っておりまして、4号艇近い位置には優勝実績群を抜く4号艇平山千佳です。そして本番レースは5コース陣取って6号艇西岡成美です。そしてサイアウト6コースに回りましたのが5号艇中川里奈、ドリーム組以外からは唯一のファイナル入りとしております。さあ以上6名12レースの優勝戦です。スタートまで始まりました。スロー勢わずかに劣勢、4番の平山が動き始めました。一気のまくりを敢行、バックストレッチ、4番の平山が一気に先頭へと躍り出るんでしょうか。中をついてきたのは6番の西岡、3番の西橋、さらに小差し2番の平田も、4番の平山がバック中間地点力強く駆け抜けていきました。スタートは前提出場でした。4番の平山がアートワークを続けるだけだと考えると、2番の平田が打ち、外には6番の西岡、さらにアウト1番の藤原、藤原全速ターンでここで2番手争い蹴りをつけていきそうです。さあここは迫力あるターンから藤原が2番手とはしました。そして地元もう一歩はどうでしょうか。道中戦2番の平田、3番手争いはやや劣勢、アップサイド、そして6番の西岡の一つ上と切り返していく西岡マークです。6番手の西岡マークに入っています。最終周回へと移っていきます。あと後ろは5番中川と3番の西橋、接戦となっています。3番手争いラストの1マーク、2番の平田一太、6番の西岡が差し込んだ、今度は差しさばき見せようという西岡が突っかえて逆転、2番の平田が形勢逆転させまして、4番1番2番の体勢となっています。先頭は4コースの角からの1ミリ決めていきました4号手の平山千佳です。1号手藤原、2号手平田と最終の平山千佳先頭4番の平山、優勝のゴール1番の藤原、2番の平田ゴールインです。後方6番西岡、3番西橋、5番の中川ゴールインしていきました。以上第12レース優勝戦でした。
先ほど、2レース、3分間に到達してしまった平山千佳選手、銀メダルでした。